どうも、ヨンフォーです。2K24、マーク新一、続きやっていきたいと思います。さあ、前回の続き、いよいよ、プレイオフ、次のラウンドに進みまして、マーベリックス戦、ここで、ぶち当たる。今、リアルでもね、ファイナルで、マーベリックス、セルティックス、戦っております。今、この動画、録画時点では、第2戦が終わって、マブスが負けて2連敗してしまいまして、セルティックスが勢いに乗っています。面白いです。そんなこんなで俺たちも勝利に向かって突っ走るぞってことでね、ちょっと今回ね、本当にバッシュとか全然もらえないから、一番最初に買ったねアディダスの靴しかないんだよ。これね、コンバースとアディダスしか買ってないから、ちょっとね、そろそろ飽きてきたっていうか、買いたいんだけど、なんせね、金がね、今回ないんで、いろいろ買えないですよね。でもちょっと最後にね、買ってきたいなと。とりあえずナイキ、ちょっとやっぱね、派手なやつがいいから、派手というか、長ズボン見にくいな。こんな黒かった肌。黒人の勢いやと。これいいな。モラント。モラントモデル。これも意外とレイカーズのイエローカラーでありですけどね。これもいいね。ピンク。ちょっとやっぱ変わったやつがいいんだよな。せっかくだから。これも悪くないっすね。黒とかね、割と目立たないんだよね。そうですね。これも悪くないっすね。まだ履いたことないやつがいいんだよな、やっぱりな。これ、でも今のやつもピンクだしな。これもいい。意外と。ちょっと、他も見てみましょうか。ジョーダン。そうだ、この俺だ。ジョーダンブランド。これ、なかなかいいぞ。派手な感じが。テイタム。最近でも結構ね、青にハマってるんだよね、俺。個人的に。ザイオン。これかっこいいけどな。目立たなそうなんだよな。これいいじゃん。これもザイオン。ちょっとハーデンの靴みたいだな。うん。これ意外といいな。エアジョーダン。見慣れたデザインばっかりだな。うん。微妙。次。アディダス。特別価格と譲ってくれよ。これいいよね。これもハーデンなんだ。新幹線みたいな。逆にでもシンプル目立つって感じ。今がこれですね。これかっこいいよな。でもこの辺は今まで履いたことあるんで、これも意外といいかも。白黒、これいいじゃん。これいいっすね。派手でエヴァンゲリオンみたいだけど、これいいな。これ第一候補だ。まあニューバランスとかはないだろうな。いいの信じられないか。俺だぞ。何、いい俯瞰の。いらん。シルバー微妙です。履いたことあるんだよね。さらばブーム。お意外と高い。でも2万円もした。嫌いではないけど、意外といいぞ。これも意外とかっこいい。意外とかっこいいな。これもこれ結構いいぞ。これもガンダムみたいだけど、これ結構いいな。悩むぞ。悩む。コンバースはないだろうな。アンダーマーか。うん、微妙。これは割と好きだけど。微妙ですかね。OK。ちょっとやっぱアディダスにするか。今もアディダスだし。プライベートもね、アディダスばっかりだし。冗談だった。これも気になるけどね。これか。これにしよう。黄
決める。うげい、新たな気持ちで試合に臨むぞ。ズズン。いいですね。あんまりなんか変わらない気もするけど、ユーバランスは良かったかなっていう気持ちになるよね、こういうの見ると。この辺はね、スポンサー契約でもらったやつです。全部いいやつないです。 OK、 行くぞ。試合をプレイじゃ。どうも、行くぞい。お前ら暗いぞ。これから試合っていうのに緊張してんのか。遅えぞ、みんなもう練習終わってんだぞ。引っかかってるけど、女の子が。セミファイナル。やら戦争をドンチッチには勝負試合戦闘やってやろう。エグさん、 OK、 行きましょう行きましょう。ほい、ごめん、通りそうな気がしたから。いきなりのミス。はっ、 OK、 まずは1本いこうよ。OK、 冷静冷静。あ、しまった。あ、よかった。ほげい、冷静冷静。やばい、やられた。ウィス、ナイス。なんと、しまった。出したつもりだったんだけど。やばいやばいやばい。微妙微妙微妙だった。いろいろ嘘でしょ。行きましょう。いい。うわ。スタミナやばい。やばいっす。一気に追いつかれた。違う、なんか違う。ナイス。こういう時に頼りになる男。嘘だろ、カイリーめ。はい、いただきます。全回復。お前のマークを外してないよ。ちょっとやつを止めてくれ。オッケー。オッケー。よく止めた。グレイ。これが新シューズの牧真一。いいよ。
いいぞ、乗ってる乗ってる。よし、あ、いた、あ、よかった。危ない危ない、チェイクアメーター使うか。いっす、使う。無理やり行く。やばい、やっちまった。ナイス、ナイスすぎる。ってくるぞ、オーラッキー。で、うん、第1クォーター終了。26対16、10点差でリード。いけるぞ。さあ第2クォーター、スタミナに心配は今のところ大丈夫。さあドンチッチは休憩に入ってカイリーのマッチアップ。はい、かちょっとミスった。ずるいよね、ちょっと無理やり行ったけどよかった。ダンプカー巻き、フィジカルでは負けねえぞ。オーエちょっと違うか。ダメか、お、入った。いいぞ、ノリに乗ってる、ノリに乗っている。ちょっと待って、そこはダメ。はあ、マジか。タイマー、さあ下がりました。休憩休憩。どうだ、21対35、意外とすぐに復帰。ナイス、うい、ナイス。そこじゃい、レブロンいけると思ったけど。ごめん。ナイス、アニーさん頼りになります。おい、アニーさん来やがれ。あっさり抜かれる。すんません。おいおい、マキはすぐ抜かれる。誰かカバーしないと。リスー、おい、ツーポイントか。ああ、ういっす。ねひゅー、おっと、ドンチッチがすねちゃまになってるよ。20点差が来ました。ちょっと待ってくださいよ。おー、ラッキー。はい、いつから行く。マジか。どうだ、うわ、入るか、あれ。すぐ抜かれる。本当に穴だぞ、穴になってるぞ。ふぅ、ダメか。ダンクいけると思ったんだけどな。スタミナやばいし、やばいやばいやばい。
スタミナ問題。ナイス、最高、力強すぎる。めっちゃ叩かれてるよ。ファールちゃう、あれ痛いっす。ドンちゃん、 OK、 入る。よし、待って、オッケー、全回復。ベホーマ、待って、誰、おお、マイボー、ダメだって。オッケー、完全にレイカイズペース、最高です。いいですね、ウルブスが一勝してますね。あとはキャバリアーズ、まだ分かりません。さあ第3クォーター、54対32、22点リード。このままいけば問題ない。ふぬーふぬー、ごめん、いよいよ、うつこ、落ち着きましょう。ふいやっと、マジか、焦る必要ないよ。This is what makes Kyrie an elite player. His ability to just take over games. Here's MP. There's another one for the Lakers. Throughout the evening, he's gotten to his spots, and the defense has not adjusted. The Mavericks have gone 1-3 since starting the second half. Passes it to Hardaway. おい、なぜ来たこっちに。よし、いいですね。ナイス、だよね。ごめん。マジか。焦るな。なんと。ああ、やっちまった。OK。トンチッチが不調だぞ。いや、打ってよかったな、今。しまった。OK。結果、俺のファールって。いただきます。よし、とどめを刺したぞ、今ので。アイガン、ボケとしてた。ナイスディフェンス。いいですね、完璧すぎます。And another thing, guys, they dominated on fast breaks tonight, outrunning their opponent the entire game. Here's Harden, following the basket by Draymond Green. And here's Doncic from the arc. Good on the triple. Doncic has got 4 points now in the quarter. 読み切ってたんだけど。Where you have to respect him. Had one triple in the first half, now has his second.
outside Davis. Yo, yo, yo. 11 points in the game. Let's it go. Okay. 14. Get through. Definitely lacking confidence this quarter. Nothing on target. なんとスタミナやばい。ちょっと何動かなかったんだけど、スタミナ切れか。 OK で、あー惜しい。いいぞ。74対40、いくつだったね。監督疲れました。休ませてください。ぜーぜー、靴紐を結ぶふりして休もう。よし、休憩できた。54対76、あんまり変わってないぞ。むしろ追いつかれてるぞ。俺がいないとダメってか。よいしょ。トリプルダブル圏内だぞこれ。アマちゃん、マジっすか。ずるいっすね。はい、いい。ごめん、ちょっとゴール前に入れやがった。はい、ノーフマラキー、イゲオン、はあ、サイド近かった今。どうしよう、スタミナやばいっすね。早くこっち。オッケー、ちょっとリバウンド欲しいっす。ニューごっつい、ヤフー、おいっす。痛いっす。スタミナないな、すぐなくなっちゃう。マジっすか、どんだけ入んだよお前。スタミナもうカラッカラですよ。うわ惜しい。いい加減しろよお前。スタミナがもうないんですよ。いけない、マジで。あ、やばい。失速、ここに来て。しかし、無理やり行く。ごめんごめん。おお、入った。さあ、セカンメーター使ってるぞ。あ、ボケットしてた。もう体が動かない。対応できないぞ。密輸状態だぞ。おい。残り1分、勝ちは確定でしょう。よし、ドンチッチは調子悪いぞ。よいしょ、ダブルダブル達成。もう無理だな、リバウンドは。はい、ディッ。オッケー。
They were focused, relentless, and they got the job done. あれ入っちゃう。Doncic with the bucket. Guys, you never know what you see when you're watching Luka Doncic. His offensive creativity is through the roof.ガビン最後の最後にターンオーバー69対93、圧勝。34得点7リバウンド11アシスト、かなりいい結果だったんじゃないでしょうか。ういっす。メディア対応スクラムやりましょう。How much confidence does sweeping a round of the playoffs give your team moving forward? もちろん追い風になると全勝したからって心構えを変えてはいけない。It gives our team a confidence boost for sure. NBA ファンが17万人も増えちゃう。The playoffs. Everyone's totally focused, giving max effort and game planning at a level you don't see during the regular season. If you're in the playoffs.That means you're one of the better teams in the league to begin with. So to win four straight against a good team under these circumstances, it's a huge accomplishment. And lets us know that we can do something special if we maintain our focus and keep giving it our all. ウィス、わしはカイルで活躍したしな。さらば。うん。ということで。まずは1勝、この流れで4連勝目指したいがどうなるか分かりません。ということで今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。ほでした。